昨年ですね、ユネスコの世界記憶遺産にも登録されたということで、その引き上げの、まあ、歴史なり文化なりをですね、まあ、体感していただきたいということで、この船をこうさせていただくことになりました。引き上げ者の方の手記なんかを読ませていただくとですね、まあ、マイズのこう緑を見てですね、引き上げを待ち、まあ、帰国を実感したというふうにおっしゃっていただいてますので、まずはその当時と変わらないマイズの自然をですね、はい、見ていただきたいと思います。